山手の家は、林泉の美が浜の屋敷に勝っていた。浜の館は派手に作り、これは湧水であることを主にしてあった。若い女のいるところとしては、極めて寂しい。こんなところにいては、人生のことが皆身にしむことに思えるであろうと、源氏は恋人に同情した。三枚堂が近くて、そこで鳴らす鐘の音が、松風に響き合って悲しい。岩に生えた松の形が皆よかった。植え込みの中にはあらゆる秋の虫が集まって鳴いているのである。源氏は邸内をしばらくあちらこちらと歩いてみた。娘の住まいになっている建物は、ことによく作られてあった。